ほとんどが観光だったことが判明したパリ視察で炎上している今井絵理子参院議員。X、Q、Twitter、で追って報告するとしたが、新たに TikTok を更新した内容を見れば、フランスのおしゃれな街並みで簡単な手話を披露しているだけの動画だ。今日は私がおごるね、マクドナルド、また明日、などの単語で手話をし。 シャープ手話を広めようと投稿しているしかしコメント欄は炎上しており今日は税金使うねって手話で教えてください議員辞職しますって手話で教えてくださいなどと揶揄する内容が殺到しているパリ研修の直前にはベトナムにも視察に行った今井議員だがその様子も TikTok で同じように投稿ラフな T シャツの服装でバッグを肩にかけ いくらですか、と手話したかと思えば、市場のような場所では、クレジットカードは使えますか、と手話をしたりと、政治家として何を視察したのかは不明だ。コメント欄にも、視察、個人ショッピングばかりだな、と批判の声が並ぶ。 レイリー新庄が8月11日に配信した今井恵理子事務所の顧問は不倫元としに、橋県無職で実質はひも状態という記事ではこのベトナム旅行には元不倫相手の橋本健氏も同行していたという橋本氏は現在、今井議員の政策顧問を無給、いるというが。 橋本氏は過去に政務活動費約690万円を不正に受け取ったとして詐欺罪で懲役1年6ヶ月執行猶予4年の有罪判決を受けているそんな橋本氏は新調の記事を X で引用し「めっちゃ言うやん、エミ男女共同参画を阻む固定的性別役割分担意識の極みだね」 大手の出版社がこんな物言いするようでは日本における女性活躍にはまだまだ時間がかかるね。なお、記事は正確ではありません。と投稿。だが、今井議員は7月15日にインスタグラムのストーリー機能でこれからプロレス試合観戦、息子、初の海外参戦。 と投稿していることからも息子でプロレスラーの今井ライム18の初海外試合だったようだホーチミン市内の大学や障害児施設を訪問するなど議員として視察もしていたようだがこれでは感染旅行と批判されても仕方ないだろう収支報告書を見ると今井議員は今井絵理子感謝祭2021というイベントで1200万円 書籍販売250万円さらに月3500円の有料オンラインサロンで議員活動の報告や普段の様子などを発信し77万円の会費を計上するなど資金集めをしているようです元スピードということもありその方法は議員というよりはアイドル・商法のようただ税金をもらっていながら さらにオンラインサロンでお金を取って活動報告をするというのは面白い発想とはいえ物議を醸すかもしれませんね自民党の比例代表で当選2回という今井議員タレント議員として世間の注目を集めてきたが一体どんな成果があったのか自民党にもぜひ報告してほしいものだ以下はネチズンのコメントをまとめたものです 国民の住居手当や通勤手当、退職金にまで重課税しようとしてるのに、公費で優雅にパリ観光旅行とは本当に良いご身分だと感じる。いつから我が国の議員は王侯貴族のようになったのだろうか。自分たちはリッチなのにアイドル商法で国民からまだ巻き上げるのはやめてほしいと思う。一体何様のおつもりなのだろうか。 我が国再生のためにはまずこのような歩くムダらを減らす必要があると考えます。また政治に客寄せパンダはいらない、これは私の個人的信念です。初当選の時から叩かれていて、私は自民には批判的な立場だが、出馬、当選、議員になること自体は国民の非選挙権としての権利だから構わないと思っていた。 勉強不足という指摘も大臣クラスでも似たようなものなのでむしろ若い沖縄という立場と知名度で普通の意見を1つでも2つでも発してくれればいいと期待していたしかし国会に数年いるだけで本当に人はダメになるのだなと思ったこんなにダメになるものなのかと思っているそれを誰にでもわかるようにしてくれたことには感謝します お疲れ様でした。パリやベトナムの一件といいその後明細も発表しない松川さん同様完全に国民をなめてると思いますやましいことないならちゃんと明細を国民に開示すべきだと感じます旅費に党費が出てるなら自民党の上層部の方も彼女たちをもっと指導すべき。 まあ同じようなことしてるから偉そうなこと言えないのかもしれませんが選挙で本当にちゃんとした人選ばないと国民はなめられっぱなしだと感じます少し前に国立科学博物館がクラファンで資金を集めたけど税金もそれぞれの使用目的を公表して納税を募る方法にすれば良いんじゃない 納税者には所得に対して最低いくら以上の納税を義務付けて納税先を選べるようにすれば少なくとも国民が必要ないって思うところには税金は集まらないと思うけど間違いなく今井氏は成果は出してませんし比例等という制度の温床で議員になるという事実しかありません。 次回仮に比例以外で選挙戦に出れば間違いなく議員資格をなくすでしょうまた橋賢氏が第一側近なのか分かりませんが過去の不祥事や今井氏への批判に対する反論は公私混同が甚だしい内容でもはや過去に政治家であったことが不思議で無給であろうと今井氏にとって良役でないことは明白です 今井氏も含め議員たるもの国民に寄り添うことが求められる中、橋健氏と互いに寄り添い合って、講師が切り離せないのでは論外です。その時点で議員の資格がなく、辞職し、橋健氏高に民間でサロンでも何でもいいですが、過ごされた方が良いと存じます。また、男女共同参画を阻む、固定的性別役割分担意識、の極みと橋健氏の反論ですが。 かわいさのあまり上記の意味不明の感情的文面に変換する稚拙さでは百害あって一理なしです国民の代表として選ばれてるのに選んだ国民が下ろせない一度当選して議員になってしまうとその地位から下ろすのが困難すぎるとにかく守られ優遇されてる議員さんたちなんとかなりませんかね 頑張っってて仕事ししる議員さんもいらっしゃいらゃまますす。が、本当に困ります税金から給料をもらっておいて仕事の報告でさらにお金を集めるとはどこまでえげつないのだろうか議員の活動報告はある意味国民への義務だと思うそれを特定の有料会員の前で報告するスタイルは議員としての立場を利用した金儲けと何ら変わらないと思う 今井さんの講演会、セミナーで参加者1人当たり20円取られます。付き合いなどで参加せざるを得ない企業や団体は仕方なく来ています。自民党の上層部からの依頼で、断れない人がたくさんいます。このしきたりはなくすべきです。この人が目立つから記事になるだけで、むしろ記事にならない人も海外国内問わず、多数出かけているでしょう。 交通費を月に100万支給されるのだから仮に慈悲で行っても使い切れないと思います慈悲と言っても税金ですが申告義務はないので旅行バッグを買ってるかもしれませんこの人に投票する短絡的な思考の国民が体制いる限り悲劇は2度3度と繰り返されるんだろうね 別に特別クリーンなイメージがあるわけでもないし、やはり議員報酬は民間基準で相当に低い金額に抑えないとですが、そのような法整備を国側がやってくれるはずもなく、やはり全国的なストライキ等、国の根幹を揺るがすような大事がこの日本で起こらない限り、大枠では何も変わらないということでしょうか。資産1億、芸能界での貯め込んだ資産と見られる。 今回の視察慰安旅行は自己資金は本当に支出したのですか見せかけですべては自民党から支出しているように思うのですがあなたは国会議員として海外よりも国内の特に沖縄問題を深く知り問題を解決する方向で動くことが沖縄県人に恩返し特に思うが相変わらず橋しの言っていることは意味不明。 この記事の内容のどこに「固定的性別役割分担意識」の要素が入っているのだろう男性議員がエッフェル塔の前でニョッキポーズして記念写真撮ってたら叩かれると思うけどまあこの問題を機に男女隔てなく議員の視察の不適切な部分は取り上げてほしい取り上げられて困る議員もたくさんいそうだしいやよいんよで パリの報告書は、国に何か政策等を発信しましまた。国民の生活が良くなる働きかけさえできるのであれば良いんよ仕事でも結果が出せない人は精一杯頑張るしかない結果が出せないこともあるでしょうけど頑張りもしない結果も出せないのならいても苦しいだけでは苦しいのならやめたらいい 結果を出せないで苦しまないような心構えなら、議員の資質はないのでは国民感情がわからないのだから。